皆さんこんばんは、ガーリチャンネルです。さあ月曜日の毎週の練習会ウィーク11に備えたニュルブルキンク GP コース、こちらの11周の模擬レースをお届けします。予選がですね、貫禄の自分で言うかっていうねポールポジションガイル選手取りました。で2番手ですね、永井さんもスキップジジッショーも来られてないので、ちょっと今日はね、いやもう独走でね練習になんないかななんて思っていたら、あのアレックス・マッケラーさん、サンデーナイトライス主催者ですね、めっちゃ早いんですけど、このアレックスさんがですね、今日飛び入りで来ていただいて、で見事2番手にですね、ガイル選手と 0.4 秒差ですかね、短い時間でなかなかいいタイムを出してますね。さあアレックスさんと勝負勝負スタート。3番手がひろゆきさんで、4番手がたくみさん、桜パパたくみさんですね。このひろゆきさんがね今回は えらい早いですよね。さすがですね。たくみさんが、あの桜パパたくみさんがね、永井さんスキップ G 賞、あとガイル選手以外の選手に負けるのってなかなか見ることないんですけどね。さあそんな人のことより自分の心配、アレックスさんをできるだけコールドタイヤの段階で引き離していきたいところなんですけど、 0.7 秒差。今日はね予選のタイムが結構早めに出せたのでですね、だいたい20分15分ほどですかね、コールドタイヤの練習もみっちりしてきたので、だいぶ走り方もですね安定してるかなというところですね。さあしかしさすがアレックスさん 0.5 秒差後ろにつけてますね。ここはねなかなか特に序盤難しいですね。さあ3番手のひろゆきさんが 1.9 秒差、アレックスさんともう1秒以上差が開きましたので、これはスリップ厳しくなってきましたね。さあこの試験員タイヤの温まってる時と1周目とはだいぶこうアプローチを変えないとですね危険が危ないですね。よしオープニングラップは取りました。アレックスさんが 0.5 秒後ろ、これはスリップでオーバーテイク仕掛けてくるでしょうか。今回はね、練習会ですのでオフィシャルだと、お互いこうジェントルマンな感じでですね交代していくんですけど、やはり練習会はですねバチバチやり合わないと練習にならないんでですね、そこはもう、引かずに、ちゃんと戦っていきたいかなと思いますけど、やっぱりこれ、アレックスさんが早いっていうのもあるんですけど、このニュル GP スキップバーバーはスリップストリーム、たくさん引くコースですね。これはね引きちぎるってのはよっぽどのことが、よっぽど相手はミスしない限りちょっと難しそうですね。いかん、突っ込みすぎてブレーキングロックしましたけど、なんとか帳尻合わせて被害を最小限にとどめて、アレックスさんがね、ダンロップヘアピンいいんですよね、早いんですよね。
さあアレックスさんが 0.5 秒差、後ろのひろゆきさんがもう 2.7 秒差まで離れましたね。いやアレックスさん試験員がいいですね。さあレースは3周目、アレックスさん右に振りましたけどこれはスリップ外しですね。まだ抜かないよっていう意思表示ですね。これね見慣れるまではどういう動きだろうっていうね、このなんかフェイントモーションで仕掛けてくる動きなのかなと思ってたんですけど、少なくともスキップバーバーにおいてはこのスリップストリーム外して、ね、アクセルは緩めたくないけどもこうでも追いつくとタイミングが悪いっていう場合にスリップ外しは使うことが多いですね。さあオフトラック1位、これねレースで熱くなってくると今の立ち上がりでオフトラックがどんどん取られていくようなそんな気がしますね。いやアレックスさんがねダンロップヘアピン早い。さあうんまだ来ないですね。うん、ここのねグリーンまで乗るとちょっとここの切り返しがきつくなりましたよね。さあこれはいい感じにスリップ入っていそうなアレックスさん。さあでもまだ来ないですね。まだ様子見ですね。うん、今のヘアピンねそんなに悪くないと思うんですけどアレックスさん早いですね。苦しい苦しい、これは苦しい。さあそしてアレックスさんが右側から並んでますね。さあ普段でオフィシャルだったらねもうここでアクセル抜いて交代するんですけど今日は練習会なのでねもう譲らずに粘っていきましょう。まあ粘ってもはいこの走行距離で全然負けてるのであそこは勝ち目ないですね。ですので1コーナー、ね、インから刺すとかなり有利ってことは分かりますね。さあスリップを使って追いついていきましょう。うん、アレックスさん今の切り返しは今一つでしたね。3番手たくみさんがオーバーテイクしてますね。4番手がひろゆきさん、そして5番手に、最近躍進著しい谷ポスさんが上がってきてますね。さあこれはねちょっと飛び込むには微妙です ね。ファイナルラップだったらイン側刺すのもありかもしれないですね。あこれアレックスさん今ミスりましたね。この距離だと後ろにあるエアクリーナーがよく見えますね。うさあ並んで、うん、ここは2台分のスペースはないですね。さあそれでも
アレックスさんが真後ろに、これはインから来るのか来るのか、うん、鼻先入ってましたからあれは締められないですね。さあ今度はストレートでオーバーテイクしていきましょう。うん、最終コーナーの立ち上がりが良ければこの1コーナーでオーバーテイクっていうのは一番、確率の高いオーバーテイクの方法ですね。うん、これはもうね、切り込んだ瞬間にオフトラック確定っていうの分かりましたね。ちなみに今日の、セットアップは、車高50ミリですね。いつもの、ペタペタに落としたセッティングで、ブレーキバランスは、56% になっています。その他のパラメーターはいつもと、もう常に同じで、フロントとリアタイヤの、空気圧を一番下げた状態、そしてアンチロールバーは8ですねというセットになってますね。まあ、この、フロント車高50ミリに落としたね、オーバーステア傾向の強いセッティングですけど、結構ねギャップのある、サーキットだとなかなか序盤苦労するっていうのはあるんですけど、ここのニュール GP のコースは非常にフラットで、路面状況もいいんでですね、50ミリに落としても、さほど、序盤苦労することはないですね。ですので、まあ、ほとんどのドライバーが50ミリで、まあ、トップスプリットの上位陣ですね出場してくると思いますので、まあ、ほぼイコールコンディションですね。あとはもう腕の勝負といったことになってきます。いやアレックスさん、やっぱヘアピンがねいいですね。いやーね、そうそう、この目の前にですね、アマゾンエコーショーを置いてるんですけど、ガイル選手ですね。今です、うん、ちょっとね、ずっと今オーバーテイクしづらそうなタイミングだったのであえて前に出しました。これはですね練習のために前に出してまた、追いかけてですね、今度はアレックスさんがカメって言ってコーナリングしていく番になります。詳しくはバリバリ伝説をっていうね漫画をご参照ください。で今言った目の前にあるですねアマゾンエコーショーがこのアレックス・マッケラさんのアレックスさんっていうね言葉に反応して、そんな楽曲はありませんとかですねそういう風に反応してくるんで、ちょっとねこのアレックスさんが参加してくるときはね実況がしにくいなってのあるんですけど、はい、名前呼ぶときは小声でいきましょうね。ちなみにこのアマゾンエコーショーをですね正面に置いておくと、まあ、時間がですねインターネットで常に同期されている正確な時間が分かるということで、このオフィシャルへの参加のタイミングですとか、うん、あとはそのジョインした後にそろそろこのね、練習セッションというか、このプラクティスから、サーバー移動が始まるなとか、そういったタイミングを、正確に把握するためにこの精度の高い時計を置いておきたいっていうためにですね目の前に Amazon エコーショーを置いております。あとはね、VR の、ベースステーションですね、これの電源を、まあ、自動的につけたり、自動的じゃないですね、声一つで、つけたり消したりっていうために置いてますね。さあ、うん、アレックスさんあれイン側ね結構気使ってくれてますね。さあ並んでます。さあまたこれイン側来ますか、来ますか。さあどうだ、ほぼこれ横一列ですね。これは1コーナーまで並列して並走していきそうな予感。さあレースは8周目、
7周目ですね。これはアウト側が不利、インガーのアレックスさん有利ですね。さあ1台分開けて回りましょう。うん、やっぱ負けますねこれ。後ろひろゆきさん、たくみさん、おひろひろし上田さんってこれですね、スキップおじさん四天王のひろさんですね。ってことは谷越さんが、このニュルの木図と消えてしまったっていうことなんでしょうか。うん、これはねやはりこう若手の谷越さんに比べてこのいぶし銀の、スキップおじさん、ひろさんの方がね、こうしぶとくトラック上に残り続けるっていうのはね、まあ、さすが四天王の一人だなというところですね。さあこれはでもな、ここで仕掛けてもね なんだかなっていう感じがするんですよね。まあ、結局2台とも車速を落として、うん、でまた試験員の進入もどっちが勝つのか微妙な感じになってきますので、やはりですね王道はこの最終コーナー食らいついて1コーナーでインを取る、これがやっぱ一番大事なのかなと思いますね。おお、なんかすごいジャンプ。あ、これはペナルティですかね。アレックスさん結構車速落としてますね。あ、やっぱペナルティ消化ですね。これは、まあ、オフィシャルだとですね、オフィシャルだともうちぎって終わりなんですけど、今日の練習会はねこのまま終わらせるにはもったいないということでアクセル抜いてですねちょっと、アレックスさんが、来るのを待ちました。さあこれで勝負再開ですね。アレックスさんと 0.7 秒差ですので、これはまたスリップで追いつかれてくるパターンですかね。もうちょっとアクセル踏んどきゃよかったって思うんですけど、これも しゃあないですね。今日はこのね、周回遅れで前にいますけど、慎吾さん、この D クラスの方も、参加していただいてますね。うん、このね新しい、ドライバーがスキップバーバー界隈に参加してくるのはこれは嬉しいことですね。なんでかというとこの D クラスっていうのは始めたばかりの人っていうのが、ガイル選手もですねセカンドアカウント作ってよく分かったんですけど、もうスキップバーバーこの D クラスで走り回ってるともうすぐ C に大いがいが C クラスに昇格してしまうんですよね。ですのでこの D クラスの期間っていうのは非常に短い期間しか、存在しないというところになりますね。大抵この、アレックスさんの後ろにいるひろゆきさんみたいにですねC の 4.6 だとかそうもう C に上がってしまうんですよね。ですのでD クラスの人がいるとSR を上げない、危ない人っていうよりもまだ、始めたばっかりの人っていう認識で間違いないと思いますね。さあレーサー残り3周ですね。これはアレックスさんが来るのか来るのか、うん、来そうな感じですね。うん、ただ今はねイン側への、ガイル選手の方がだいぶ、前の方に出ていましたので今競り勝ちましたね。
ですので必ずしもイン側をこのブロックラインで、締めるのが正解でもなくて、うん、やはりこう、うん、スピード的に有利な状況であればアウト側でも勝てるってことなんですね。しかしこのニュルブルクリンク GP コースは、まあ、非常に素直なサーキットで、先週のイモラみたいにですね、イモラとはもう本当対極的ですよね、まあ、基本的にちゃんと、曲げて止まって、ブレーキで、止まって曲げて加速するっていう、まあ、それの連続の、コースでイモラみたいにこの横 G がかかった状態でこう減速が必要なアクアミネラリとかですね、そういったところはなくて、まあ、非常にこうシンプルなサーキットになっていますけど、左からアレックスさん来てますね。ここは粘ってみましょう。オトトギス、うん、ここはライン1本しかないですね。さあ競り勝ちましたけど、これはスリップ疲れてる。これもう右行けないですね。うん、今のは、ね、判断遅かったですね。イン側行くんだったらもう早めに行くしかなかったですね。さあこの先はライン1本しかないので一旦引きましょう。でやっぱり最終コーナーはね、おアレックスさんやっぱいいですね。このシケインが、いやさすが、これは最終コーナーで立ち上がりで追いつく作戦が、これは遠い。いやそれでもまだまだ残り2周あります。うん、というわけでこのニュル GP は非常に素直なサーキットですので、ま、このサーキットがいやらしいので嫌いっていうドライバーはあんまりいないんじゃないかなと思いますね。でよく耐久レースなどでもこの GP コースの一部が、使われていたりしますので、この走り慣れたスキップバーバーでニュル GP コースを思い切り走れるっていうのはね、非常にいい練習になるなと思いますね。うん、さあこっから先のねダンロップヘアピン、アレックスさんがね早いんですよね。おお、うん、今はねさほど差はつかなかったですね。うん、もうちょっとねこのダンロップヘアピンの速さの秘密を観察してみたいところですね。さあ、うーん、微妙アレックスさん切り返し厳しいかなと思ったんですけど、意外とスピードが乗ってましたね。さあそれでもここねだいぶ、うん、近づきますよね。おお、これはチャンスですね。さあ行くと見せかけて、やっぱりねストレートの立ち上がりですね。次ファイナルラップなので、次の、ね、1コーナーでインをさした方が有利かなと、この一瞬のうちで計算してさあファイナルアップ、さあこれはだいぶ、うん、前に出られましたね。さあ1コーナーでは競り勝ちました。うん、しかしアレックスさんいい間合いでついてきてますね。さあまだ 0.3 秒しかアレックスさんとは空いてないですね。
さあ残り 0.5 周。ガイル選手いまいち、いまいち。ああ、アレックスさんにもうびったり、詰められましたね。さあどうするでしょう。来ますね。いやしかしまだだ、まだ終わらんよ。試験の飛び込み。さあこれはスリップいい感じですよ。譲んないですね。さあここでここでオーバーテイクして、ただ試験がいい、アレックスさんの試験がいい、イン側来てますね。ここはクロスライン、あーちょっとだいぶ外回りになってしまいました。これはクロスライン失敗。残念な2番手フィニッシュでございました。どうもアレックスさんは練習の時はボイスチャットオンにしてるんですかね。あんまりね決勝の時に呼びかけても反応が薄いんですよね。はい、というわけでチャットでも、いい練習になったよとお伝えしておきましょう。はい、というわけで、優勝がアレックスさんで、2番手がガイル選手、3番手ひろゆきさん、4番手がたくみさん、5番手がヒロさんで、6番手は谷ポチさんという、リザルトになっておりました。いや今日はですね、いやなんかガイル選手独走で今日練習なんないかななんて思ってたんですけど、本当ねアレックスさんが来ていただいて今日はねだいぶいい練習になりましたね。はい、というわけでオープニングラップからお別れしていきましょう。この黄色いカラーリングの、ひろゆきさんが、今回は目立ってましたね。ひろゆきさんが 2.1K だとねセカンドスプリットにはなかなか入れないので、やっぱトップスプリットでの勝負になってくると思うんですけど、まあ、表彰台うまいことすれば狙えるんじゃないかなっていう、この速さかなと思いますので、頑張っていただきたいですね。はい、というわけでよろしければチャンネル登録や高評価低評価ボタンを押していただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。